はい。こんにちは。電気通信大学の平田と申します。中野谷先生、ご紹介、いただきありがとうございます。ちょっと魅力を伝えられるかっていうところは非常にプレッシャーを受けてしまいますが、九州大学はですね、皆さんご存知の通り、非常に外から見るとですね、光機能の銀河系軍団のようなところがありまして、そういう中でこういった講演をさせていただくことで、果たして魅力が伝わるかというところもあるんですが、今日はこういった輪行のお話を中心に、させていただきたいと思います。で、少し研究室の取り組みを紹介させていただくと、我々は主にこういった光物性の計測をコアに置いておりまして、そういったところに有機合成とかですね、計算科学というところも取り込んで、主に科学的なパラメータをしっかり追っていこうと。で、そうすることに基づいた、励起状態をしっかり理解していこうということで研究をしています。で、こういったところがしっかり理解できてくれば、おのずと材料の励起状態をですね、しっかり制御して目的の機能を得ていくことができるだろうということで研究を行っていますが、光機能ということがありますので、発光とかですね、吸収といったところで主に研究をしていますが、発光で言いますと、今日紹介させていただくような、寿命が長いような輪行を行っていたり、量子ドット個々のですね、発光の幅とかですね、っていうのが何で決まってくるのかとかっていうことをやっていたりですね、吸収というところにフォーカスしますと、下飽和吸収とか見通し吸収っていったような、非線形過程ですね、光学過程の機能なんかを主に行っていますが、本日はこちらの、ご紹介ありました通り、紹介をさせていただきたいと思います。で、輪行と言いますと、九州大学の方はご存知の方が多いと思いますが、このイリジウム錯体というのが代表例ですが、イリジウム錯体っていうのは、酸素がない環境であれば、溶液中でも固体中でもですね、分散した状態であれば100%近く輪行が室温で出てくるということは大事かと思います。で、一方で、そういった重金属とかですね、重原子を含まない分子に着目してみますと、案外三重光をですね、こういうふうに吸収した後作る分子というのがたくさんあるんですけれども、いろいろ環境が整ってもですね、その発光効率が著しく低かったり、環境の実は全く光らないといったことが、現象的には、そういう状態です。で、例えばこのイリジウム錯体が非常に効率よく光るのというところは何でかっていうところにちょっと考えてみますと、案外わからないと。で、例えば重原子効果ということがよく言われたりしますが、で、例えば三重光ができた後発光する速度だけではなくてですね、他のトランジションの速度なんかもこの重原子効果効いてきますので、よくわからない。で、一方で、じゃあこっちがなんで発光しないのかというと、よく分子が振動して失活してしまうからっていうことを現象論的には説明されますが、これもよくサイエンティフィックにはぼやっとしているということで、なんでだろうっていうのを現在今を考えて研究を行っています。で、こちらは三重光がですね、できた後に、どういう過程を経るかの、簡単な図ですけれども、吸収して三重光ができた後、輪行はこのように過程を通ったり、そうじゃない過程を通るわけですけれども、重原子が含まれないようなクロムフォアの場合っていうのは、この速度が非常に遅いものが大きいということで、こっちで落ちてしまうというのが、一般的な説明でよくあります。で、こちらの速度、輪行を放射するこの速度の定数以外のこちらの速度は、例えば分子が振動して、それによってこの電子が規定状態に戻ってきてしまうの速度や、分子の周りは取り巻くものがありますので、そういったところに、分子間で、化学反応が起こってしまったり、エネルギーが移動してしまったり、電子が移動してしまったり、より細かい意味では振動が伝わってしまったりといったような、こういった失活の速度っていうのもこちらに加わってきます。で、これは足立先生のところにいたときに、やってたようなことですけれども、こういったクロムファーだけではなくてですね、周りを取り囲むようなものをちょっと工夫してあげると、例えば周りの、ホスト
の、まあ、産業構造とか非常に高くて、まあ、比較的硬直なものなんかを使ってあげますと、この分子間に、まあ、行ってしまうようなエネルギー移動というのをかなり抑えることができて、まあ、なんかいろんなクロモファーからですね、従原子を持ってないクロモファーからこういうふうになんか連光が出てくるということを、発表したりしてきました。最近ではですね、まあ、自己組織化っていうことをやっている先生も多いと思うので、こういった分子がまあ集合体になったときに、じゃあなんで光らなくて電光を出せなくなってしまうんだろうというところで、こういった三重光の歴史の拡散を、まあ、超解像顕微鏡を使ったりして、まあ、測ったりしてですね、解析するといったようなことも、やっています。ただですね、まあ、こちらというのは非常にまだ私にとっては非常に敷居が高くて、まずこういった分子1個の中で、振動によって失活してしまう速度と、まあ、輪行が出てくる速度っていうのをしっかりまあ考えていくことが必要だろうと考えています。で少し3年ぐらい前の、まとめになってしまいますが、ここ5年ぐらいのですね、この輪行を発する速度と、まあ、振動によってまあ失活してしまう速度なんかこうまとめたような図になるんですけれども、イリジウム錯体の場合っていうのは、この輪行を出す速度が、まあ振動によってですね、三重光が失われてしまう速度よりも大きいものが、まあ、ゴロゴロしているという一方で、一見従原子がですね、こう入ってこないようなものになってくると、まあ、そういったものがないということに、統計上はなっている。でこれは非常になんか疑問で、なんでそうなんだろうってことを純粋に疑問に思っています。でそれをしっかりクリアにしていくためには、まずこういった輪行を発する速度と、まあ、振動によって失活してしまう三重光が失活してしまう速度っていうところを、まあ、しっかり実験的に定量して、まあ、理論的にどういう、理論でそれが構築されているのかっていうのを両方をまあしっかり、理解していくことが必要だろうと考えています。でそういうことが理解できてくれば、おのずとこういった材料も、まあ、作っていくことができるんではないかということで、本日はそういうところを少し紹介していきたいと思います。でまず皆さんから取ると非常にシンプルな話かもしれないんですが、まずシンプルで、語れないことは複雑なものも語れないだろうということで、まあ、シンプルな、分子の紹介ですけれども、そういったこの個々の分子をですね、こちらのアモルファスポストに分散した固体材料を作りまして、輪行が室温でどれぐらい出るのかの周率とですね、冷気孔を切った後に輪行がどれぐらい残るかの寿命の温度変化を測っていったり、あとは光を吸収した後に三重光がどれぐらいできるのかという効率を分光測定によって測定するということをします。でこれはもう算数ですけれども、この3つが分かれば、こちらの輪行を出す速度が出せますので、これを出して、これをここに代入すれば、おのずとこの、振動によって失活してしまう速度と、まあ、分子間でエネルギーが移動してしまう、和の温度依存性がこのように出すことができます。でこのように高温になると上がっていくわけですけれども、まあ、これまでの研究でここら辺の高温域で上がってくるのは、まあ、分子間のエネルギー移動とかですね、その失活モードに基づくということを、いろいろ検証してきましたので、おそらくこの低温域でダラダラ上がってくるこちらが、まあ、分子の振動によって、なんか失活していく速度だと仮定して、議論していくということをしてきました。で例えばそのようにして求めたこの3つの分子の、まあ、振動の潜在的な振動失活の速度ですが、まあ、こう見るとこれ大体3つの分子と同じである。で一方でその輪行を出すような速度というのを見てみますと、まあ、ここで大きく違ってきて、まあ、これによって輪行が、まあ、これだと 10% ぐらい出てきて寿命が、まあ、1秒ぐらい残るということが、まあ、こういうデータが、まあ、勝手に、数値として出てきます。でここでまずなんでこれがじゃあコンパラなんだろうっていうところを、なんでですかって言われるとかなり困ってしまうということになるだろうと思います。ですのでまずこれがなんでコンパラなんだろうっていうところを、ちょっと計算科学の力を借りてなんとか理解できないかということを、やってきました。で、分子が振動してですね、三重光が失活する速度とかっていうのは、まあ、最近のテキストブックとかですね、論文なんかではほとんどないんですが、やはりこの60年代とかそれより前とかぐらいのところには、まあ、ゴロゴロしていまして、当初ですね、この例えば液体窒素で、
分子が振動して出発する速度っていうのはこの30個状態最低30個歴状態と規定状態の間の、スピンキロ相互作用に比例しますよということが、あります。で学生さんもいるかもしれないので、スピンキロ相互作用というのはですね、電子が、核の周りを回っているということは電子の周りは、プラスのチャージを持った核が回っている。でそれによって、有効磁場が生まれるわけでして、それによって、スピンがこう反転して落ちやすくなるといったことを、表している表現。ただ、期待値質温度、化学の人から言うと非常に低温と思うかもしれないんですが、例えば物理の世界ではですね、これはものすごく高温なわけで、77ケルビンでも6ミリエレクトロンボルトのエネルギーを持っていますので、振動することができます。で、その振動によってですね、こういった有効磁場のベクトルとか大きさも変わってきますので、実際はそれを加味して、しっかり考えていかなきゃいけないということで、70年代ぐらいにそういった論文の報告というのも出てきています。で、ここまでですね、77ケルビンのこういった計算とか実験のデータというのがあるんですけれども、室温器でのそういうことを、行って、実験データと比較するということは、この室温器のデータというのはかなり、アンクリアにしたのでできてないということで、まずこれの室温器での計算というのをやってみるということを行っています。で、こちらがその室温器での計算になりますが、まず30個状態でどういう振動をしているかということは既存のソフトウェアを使わせていただいてできるということになりますので、それを計算します。で、その各々のですね、振動させながらこのスピン軌道相互作用を計算するということもできると思いますので、そういったことをやりますとこういうふうにスピン軌道相互作用が変化していくわけですけれども、ここの赤枠の中というのはですね、このスピン軌道相互作用がその配座とともにどのように変化するかの微分になっていますので、これの関係が分かっていればこういうふうに変化率として出すことができます。で、この P というファクターはですね、これバイブレーショナルファクターといって言ってしまうとですね、振動 の, このアンプリチュードがどこまでいくのかといったことで、これ論文では非常に分かりにくく過去の論文に書いてあるんですけども、そういったものを表すファクターです。で、そういったものも全部、このポテンシャルカーブを、古典的にですね、計算してやっているような形なんですけれども、そういった形で出すことができますので、これとこれをかけるとこういうふうになるんですけれども、こういったグラフを各振動周波数で出すことができます。で、例えばこの103カイザーの場合はこの全てをインテグレーションしてあげると、ここに点ができるわけですけれども、いろいろな振動モードがありますので、それを全て、計算してあげまして、でこれを最終的に全部足してあげると、ここの間のファクターを出すことが、この分子に関しては、できるということになります。で、もう一つ重要なのがこのフランク・コンドンファクターというのがあるんですけれども、こう振動させる中でですね、このエネルギーが大きく減少してしまうような場合というのは、このフランク・コンドンの原理というのは使えませんので、この式使えないんですけれども、今日紹介させていただくような分子に関しては、ほとんど振動させても、この間のエネルギーアップが大きく変わってこないということで、こういったものを、計算を行っています。で、そういった形で出した、この、こちらの、VSOC と定義しますと、そこの値を出してあげますと、大体この3つの分子においては、大体、値がコンパラである。で、先ほど、実験でこう出してきた値というのはですね、もう、コンパラであるということで、なんとなく、そういう状態を表すことができるということになっています。で、振動を加味しないでですね、その適応相互作用を計算したような結果ですと、例えばここが1000倍違ったり、ここが3倍ぐらい違うということで、なかなかこういった実験値を、との、相対評価っていうんですかね、相関性を得ることはできないんですが、なんとなくできているということで、これ2年前ぐらいのデータですが、まず論文に、しました。で、この後本当にこれが、そうなのかということが、重要になってきますので、最近はですね、いろいろなこうトランジションの、特性を持っていて、30個エネルギーがだいたい、リンコの色ですね、変わらないようなものをですね、バーッと集めて、計算をさせます。で、そして、計算で値を出たのがこの、方なんですけども、こちらが、先ほど実験で、実験的に出した、ものになりますが、そんなに悪くない。
交換性が出てきているというのが現状です。でここで一つ重要なのが、ここの、このイリジウム PPY3 のデータですが、こちらですけれども、これというのはですね、炭素がない、溶液中で取ったデータになります。ですので、ここの時っていうのは、これは溶媒中で振動できるモードとしては、自由に振動している。で、このスロープ1に乗ってくるということはですね、こちらのデータも、振動していると。ほとんど振動していて、その振動をフリーにある程度していても、結局この30号からのですね、出発速度というのは、10の0乗を切るような小さなものなんだよということを、この結果は示唆しているのではないかと考えています。でよく振動をしてですね、出発してしまうということが、なんとなく現象論的に言われているように思うんですが、多分そういった形で出発しているのは分子内の振動ではなくてですね、分子間でエネルギーが移動したりチャージが移動したりするようなモードを見ているのではないかということで現在考えています。でこちらのですね、そういったような代替振動出発の描写とか推定というのがなんとなくはできるようになってきているんですけれども、もう一つ重要なのはこの輪行というポイントで言えば、こちらの輪行出す速度がどうやって制御できるかということが重要です。でこちらたまたま一緒でこちらだけ増えているので、なんかこれがヒントになるだろうということは、なんとなく、予想されます。で、輪行出す速度っていうのはですね、接合論というもので、よく描写されています。で接合っていうのはですね、案外ここの間の過程っていうのは、ここの間だけで議論したいんですが、案外関係ないところがですね、なんか効いてくるという意味が接合という意味ですけれども、こういう式がやはり古い論文を見てきてありまして、この輪行出す速度っていうのは、工事の一重高冷気状態から、規定状態にですね、遷移双極子ダイポールモーメントというものがありますが、よく振動子強度と言われるものですけれども、ものと、この工事冷気状一重高冷気状態と、三重高状態、一番低い三重高状態の、スピン軌道相互作用、その2つの積の、大体事情が、で表すことが考えられます。実際はですね、ここに細かいいろいろもっと他の項も入っているんですが、式を見てみるとですね、こういうところが大きく効いてくるだろうということはなんとなく式を数学を見るとですね、なんとなく分かるんですけれども、それで考えていくということを行います。でこちらの2つの分子の場合というのは、この輪行出す速度というのが先ほど実験的に出した値はこちらになりますが、こういったような接合論に基づいて計算をさせますと、このように大体オーダーがバッチリはありませんが、こういった大きな増加が出せるといった結果が得られます。で、計算なのでこの中ですね、何が効いているんだろうということも、ディスカッションできるだろうということで見ていきますと、例えばこの1のファクター、先ほど の工事歴状態からの、振動子強度というところを、S1 からですね、S10 までバーッと計算させて見ていくと、ところどころ変わりますが、これを全部足したりすると、この2つであまり変わらない。で一方で、この間のスピン軌道相互作用というところを見てみると、明らかにこの下の分子はボコボコと大きくなっているということになります。実際はこの1と2のですね、積が重要になりますので、積をかけてそのヒストグラムを作ってみると、この S5 とかですね、S6 っていうところにこう山が出てきます。ですので、これが輪行を出させる、トリガーとなっていると考えることができます。で、こちら のスピン軌道相互作用が大きいというのがこの場合効いているんですけれども、そこを見てみますと、このように電子がこちらからこちらに、非平面的に移ったような、チャージトランスファーの関係になっていますので、スピンの、軌道相互作用が大きくなっているのと考えることができます。で、ここで重要なのは、こうやって工事の状態のですね、電子構造っていうのを動かしてもですね、先ほどこの、振動によって出発してしまう速度っていうのは、振動のスピン軌道相互作用の理論を使って考えるとあまり変わってないということは、この上の状態をいろいろコロコロですね、ちゃんと戦略的にやってあげると、こちらの速度を変えずにこちらだけを増やしていくことができるといったようなシーズを得ることができるということになります。
ただこの分子の場合はまだ効率が 10% くらい低いということがありますので、もっと戦略的にここら辺をなんかいじるということを最近やってみました。でこの概念ではですね、リンクを発行する発色団の協約決定をこちらに置いて、これがこのリンクの色を決めるわけですけれども、それに対してアミンをつけると。ただ、つけるアミンのこの協約帳は比較的大きくしておいて、というアンテナをつけてあげるというものをやりました。でこのアンテナはですね、どこに効いてくるかというと、この当時で一重交歴状態と、規定状態のこの繊維双極子ダイポールモーメント、振動子強度となってまして、これをトリガーとして、こちらが大きくすることができるというものです。でもう一つは、アミンをつけると、ここある程度ねじることができますので、でそうしますと、蛍光の、出る速度というのを落とすことができますので、三重光も吸収した後、作りやすい状態を保つことができる。このポイントと先ほどのこのアンテナの効果両方を持ち合わせたような分子というのを設計しております。でそうすることで効率も高くて寿命も長いようなクロムコアができてくるということを発表したりしています。でまずポイント1の方の三重光がどれだけできるかっていうところですけれども、やみくもにですね、リンコンを発光する、このバイプの分子はここが主な発光度になってますが、アンテナをつけるとですね、規定状態とこの S1 状態の軌道が、重なりが大きくなってしまったりしますので、こう吸収させますと、蛍光だけビカビカ出て、三重光が出ないという、できないということになってしまいますが、ここら辺は TADF をやっている人はザラかもしれないんですけれども、こういったように立体障害を、つけたりしてですね、やりますと、ねじることができて、チャージトランスファー状態を作ることができます。でそうしますと、発光しにくくなりますので、おのずと三重光がたくさんできているということが、設計することは良いです。で、もう一つ重要なのはこのアンテナの効果ですけれども、例えばこういう分子をですね、合成して、固体中に分散させると、輪行はおのずとちょっと出てくるんですけれども、まだ小さい。ただこのアンテナをですね、ちょっと伸ばしてあげるだけで、こちらが蛍光、こちらがリンクになりますが、こちらのピークというのがドラスティックに出てきて、切った後にですね、1秒ぐらい、チェーンが残るようなリンク体というのができてで、ここで、効率が 50% ぐらいになってくるわけですけれども、何が効いているのかっていうのを見てみますと、KP が、リンクを出す速度というのが、非常に大きくなっているということが確認することができて、こちらはむしろちょっと減っているということで、大きな使用率が得られているということが分かります。で、先ほど重原子を使わないと、やはりこちらが大きくて、こちらが小さいものばかりだっていうふうに感じがちですけれども、案外こうやって単純にですね、戦略的に設計をしてあげるだけで、こういった状態の分子を人工的に作り出すことができるんだなという感触を得ている。といった状況です。で、また計算でですね、その中身にどこが効いているのかっていうことを見ていきますと、先ほどこの1と2のファクターの掛け算の事情がこれにおよそ比例すると考えることができますので、まずこの掛け算がどこが大きいかっていうのを S1 からですね、S10 まで見ていくと、この下の分子に関してはここにポンと山がいますので、S2 の状態が効いているということが分かります。で、S2 の状態のこれどっちが効いているかということを見ていきますと、明らかにここにまた大きな山がありますので、1だと。1というのは、この S2 から S0 の線相極子ダイポールモーメントということがありますので、これがアシストしてあるということが分かります。で、これが何で大きくなるのかっていうのも、分子構造を見ると理解ができますが、こちらの分子の場合というのは S2 と S0 に関わる軌道の間の重なりはありますが、この距離が短いということがありますので、線相極子モーメントが出にくいということです。ですので、ここが大きくなってこない。で一方で、こちらの場合というのは重なりもあって、ここの対称性もしっかり考慮して、距離が長くなってきますので、このダイポールモーメントが非常に大きくなってで大きくなっているということが分かります。もう一つ重要なのは、実はこう長くしていく上で、
この間のスピン軌道相互作用、丸の方が小さくなってしまってはダメなんですけれども、まあ、これアミンを使うとですね、比較的やりやすくてですね、こちらもまあ低下しない、むしろちょっと上がっているということで、まあ、いいとこ取りということで、まあ、KP を非常に大きくすることができるといったような、状態になっています。で、まあ、計算はですね、いろいろやると、なんかいいことを説明できたりするときはあると思うんですけれども、やはりこの実験との相関というのがやはり加われてくると思いますので、まあ、そういったところを並行して見るようにしています。で、こういった分子で見ていくと、先ほどの丸1と丸2の掛け算とですね、この、運行の速度の、まあ大きさというのが、まあ、ある程度の相関があるというところがありますので、このアンテナの効果が、KP の増加にやはり効いているということが、いろいろな分子でできるようになってきています。で、発色段をいろいろ変えるだけで、まあ、色を、まあ、自由に変えたりすると、大体今 50% 前後のところっていうのは、いろんな色でできるようになって、大体寿命が1秒から2秒ぐらいですかね、そういったものが、できるようになってきています。で、以上はどちらかというと、物理科学的な、光物理科学的な説明になったんですけども、少し、最後に、じゃあなんでこうやって周率を増やしていくことを、考えているかっていうので、最近ちょっと、分かってきたことがあったりしますので、説明するとですね、これは蛍光灯直下で、これブラックライトというか、まあ、405の青色の光でこう、まあ、これより低いパワーですけど、やりますと、まあ、周率が 50% となるとですね、蛍光灯直下でもこのように蛍光のように光り輝くように見ることができるようになります。で我々はよく薬効塗料で実用化的に使っているようなこういう材料がありますが、こういったのっていうのはなかなかですね、こういった明るいところで見ることができないというのは、長くは残るんですけど、瞬間輝度がやはり効率がいいものになってないというところがありまして、だから暗いところでの視認になってしまうんですけれども、まあ、明るいところである程度視認できるなというのが一つの特徴です。でもう一つはですね、こういったような薬効体、は冷却を上げていくとですね、強度がアニヒレーションで、さちってしまうんですけれども、まあ、輪行を蛍光に比べるとさちるんですが、まあ、比較的こちらに比べるとそのさちりが弱いので、大体高強度か冷却をですね、こう当てると、まあ、それ数千倍の輝度を出すことができます。これが何に効いてくるのかというと、これはナノ粒子、マイクロ粒子ですかね、のこういった蓄光粒子ですね、解像顕微鏡下でスキャンして見ているデータですけども、これを動かすと、実際はこれ、蓄光がこの分粒子出してるんですけど、輝度が弱すぎてですね、残像が見えないんですね。で、こういったちょっと高いカメラで原因を上げて測ってもなかなか難しいということになるんですけれども、こういったような高効率の電光体がですね、このようにスキャンすると簡単に見ることができます。で大体、解説限界ですかね、1マイクロ切るような分解に見ることができるんですが、まあ、こういった装置を使っているとあまり良くないということがあるんですけど、こんだけ輝度が出てくると、まあ、非常に携帯電話で使うようなモバイル CC のその残像が取れているということで、非常にこういったところではない、まあ、応用というのも考えることができるようになるということになります。で今ですね、大学で、私がいる大学は情報系の先生が多くて、もう一つ多いのはですね、理工学をやっている先生が非常に多くて、でそういう先生といろいろ話をするとですね、大きいものを見る技術っていうのはたくさんあるということをよく言われます。で私も事故を起こしたりして、よく X 線とか MRI のお世話になったりしたんですけれども、そういう技術はありますし、例えば放射光を使ってですね、放射線を使ったがんの診断っていうので、ペット技術っていうのがあるんですけれども、まあ、放射線は勝手に出てくるので、それを見ることはできるんですが、大きくないと見えないといったようなところがあります。ただコントラストは高いんですけれども、大きなものしか見えない。で普通の蓄光体を使ったようなものも、まあ、論文ではあるんですが、大きくないとなかなか難しい。で蛍光を使うイメージの、まあ、利点というのは、やはり小さなものが見えるというところがあるんですが、私もこの研究、東海大の時にやってたんですが、やはり小さくなってくるとですね、周りの磁化蛍光とか、液光のラマン酸なんかですね、来たりして、ちょっと見えにくくなってくるんですね。
ということがありますので、こういった高輝度を出して切った瞬間にこういったところが磁化傾向とかですね、ラマーサンナフリーのプローブっていうのはやはり面白いんじゃないかということで、今話を、レコード研究を開始しています。でモバイルで撮れますので、そういうところで、まあ、こういった医療用応用とかですね、そういったところで共同研究を今進めているといったような段階で、また何かこちらの、アプリケーションというんですかね、応用面でもまたお話ができるようなところまで持っていければいいなと考えています。でそろそろ30分ということですので以上になりますが、私の、我々のグループは非常に小さくてですね、まだ、6人ぐらいでやっています。今年はコロナで写真が、東京は学生がほとんど来ることができなくて写真すら撮れてないんですけれども、まあ、今日の臨床関係のお話は私と一人研究の方がいらっしゃって彼と進めているんですが、また学生さんはですね、なんか自分で立ち上げてほしいというものがあって、また違うテーマをやってたりします。で今後特にここに集まってくる先生方はですね、学会とかでもいろいろお会いすると思いますので、まだ荒削りな学生かもしれませんが、ぜひ温かい目でいろいろご指導コメントいただければ嬉しいということで、本日の発表とさせていただければと思います。以上になります。ご清聴ありがとうございました。岩田先生ありがとうございました。本当に分子の設計とさらに高次冷気の設計と、まあ、それのアプリケーションまでお話しいただいて、非常に僕も勉強になりました。ありがとうございます。それでは早速せっかくなので Q&A をしたいと思いますけれども、まずどうしましょう。 Zoom の中から、はい、質問を受け付けたいと思います。質問ある方、参加者の方で手を挙げていただければ受け付けたいと思いますが、いかがでしょうか。佐々木さん、よろしくお願いします。佐々木と申し、九州大学博士課程さんの佐々木と申します。大変興味深い発表ありがとうございました。質問なんですけれども、今回のアンテナ効果による輪行速度の増大において、例えばその TSN 状態と T1 状態で重要となる分子軌道の重なり具合とかっていうのは影響、どの程度影響してくるんでしょう。例えば TADF でも繊維の速度で分子の重なり具合がっていう話はするんですけれども、その状態間での分子軌道の影響っていうのは、状態間、はい、工事とこの T1 とってことですかね。はい、そうですね。こちらの、はい、こちらということですかね。はい、ですね、主に今回ここの繊維を、まあ、決めているファクターっていうのは、こちら の軌道の重なりが一つ、まあ、ファクターとして聞いているんですけれども、もう一つは、はい、この状態とこの状態が影響する、まあ、スピン軌道相互作用ですかね、こっちが効いてきます。で、このスピン軌道相互作用に関してはどちらかっていうと、この重なりというよりはそれがどういうふうにねじれているかとか、そういう方がおそらく効いてくると思いますので、まあ、重なりというのはどちらかというとこう振動子強度というんですかね、この、シングレットとその規定状態の、ところを着目した方がいいんではないかなと思っています。でこの2つの間の方がどちらかというとトランジションという形ではなくてですね、まあ、スピンをいかにこうひっくり返しやすくするかみたいなファクターだと思うんですけれども、こちらを大きくする上では、重なりというよりは同一平面に持ってこないとか、そういった工夫の方が効くのではないかなと思います。ということでしたら、はい、結構分子軌道っていうのは別に重ねる必要もなく、それぞれについて、まあ、狙ったところに S1、SN の順位を導入して T1 とかに合わせていくっていうのが割と設計しやすいということ。そうですね、ただここをですね伸ばしていく上で例えばこれマイルドに両方がですねこうローカル
エキサイテッドステートになっちゃうとまた小さくなっちゃったりしますので、そこはちょっと注意して、アンテナを伸ばしていくことは必要になるんですけれども、例えばこっちは重なり大きくてこっちも重なりが大きくしすぎるとこれが小さくなっちゃって、うん、実はカルバゾールとかをよく TADF の時使うと思うんですけども、ちょっとカルバゾールっていうのはねじれて案外やりやすいかなと思ったりするんですが、案外ですねここは小さくなりがちになってしまったりしてっていうのもあってアミンを使ったりしています。 ありがとうございます。はい、聞こえてますでしょうか。あれ突然。大丈夫です、聞こえてます。あ、大丈夫です。あ、すいません、僕がミュートを外してなかった。ちょっと平田先生、私の方からいいですか。あ、はいはい。輪行収率が室温で 50% ってのは、はい、なんかものすごいなと感動したんですけど、はい、結局そこの放射速度が上がったから、はい、輪行の収率が上がったという理解でよろしいんですかね。あ、そうですね、こちらが主に効いてると思います。なるほど。両方測るとこっちが、まあ、寿命は短くなるんですけど、ちょっとそれはこれが大きくなっているかなといったような感じですね。うんうんうん、そこをお伺いしたかったんですけれども、はい、KP が意外と大きくなっているのにもかかわらず、はい、寿命の減少幅っていうのがあんまり大きくないなっていうイメージだったんですけど、これぐらいなんですか。これは足すと、だいたいこれ足すと今、これマイナス1乗なんで、これを足すと、1に近づいてますね。で、もう一つ KQ がちょっと入ってまして、うん、これを全部足すと1になるんで1秒ですね。うん、でこっちはこれに KQ を足すと多分 0.7 ぐらいになるんですかね。なんで1÷0.7 キャッパ、すると 1.6、1÷0.7 が 1.6 ぐらいですねっていう形に、はい、なってます。理想的には輪行収率が 100% でもっと長い発光っていうのが、まあ、一番望ましいのかなっていう気もするんですけれども、そのあたりのなんか設計ってあるんですか。はい、設計、まあ、長いっていうといろいろあるんで、実はこう顕微鏡 の, 仕事なんかをさせていただくとですね、長いっていうことは この面積が収率になってくるわけなんですけれども、うん、長いとですねこれはちょっと下がってきますね、うんうんうん、ここのっていうことは瞬間軌道やっぱ出しにくくなるんですね。なるほど。なので応用によってはですね、ただあまり早すぎる発光っていうのは、2次元 CCD の安いようなやつだと到底ちょっと到達できないので速度になってくるんで、うん、例えばここら辺がやっぱ一番使いやすいなっていうのはイメージング の研究なんかをやっていると思います。なのでケースバイケースってことですね。ケースバイケースですかね。で長くなるとどうしても見えなくなっちゃうので、ちょっとそこが、まあ、効率高いことに越したことはないんですが、高くて長いっていうのはまたそれはそれでちょっとどうかなっていうところですかね。なるほど、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、その他いかがでしょうか。ちょっとチャットの中でいただいている質問でいきましょうか。あ、広瀬先生、いかがですか。あ、こんにちは。京大の広瀬です。ありがとうございました。で、倉重先生からも質問が来てると思うんですけど、その、なんでしょう。2次の接動向をメインに評価されてたんですけど、その1次の、振動子強度自体っていうのはどのくらいなのか、接動向の割合どのくらいなのかっていうのがちょっと知りたいんですけど、その KP の方なんですかね。はい、あ、KP の方です、KP の方です。もう一回ちょっと式をお見せいただけて、説明していただけたらとても嬉しいです。こっちですかね。そっちですかね、はい。はい、で、これでこの、ね1番、2番がどういうふうに KP に効いているのかっていうのは、はい、その左側ですね、多分1番の式でシグマが効いているんですけど、はい、これ比例の関係になってるじゃないですか。はい。これ以外の、これ、もうちょっと書き下すと、きれいに書き下すと、どういう方が出てくるんですか。はい。これはですね、
これですかね。あ、ちょっと動かしますね。はい。この方があるんですけど、はい。これはですね、私は主に、まあ、重要視して、デザインしてするときに使ってるのは、この、こっちの方なんですね。はい。で、もう一個、ここにプラスして、トリプレット、トリプレットのダイポールムーブメントが入っている方があるんですが、はい、これっていうのは、どうしても、ここの分母がですね、結構このエネルギー幅っていうのを持ってくるので、うん、結構効いてこない場合が、まあ、多い、見てると大きそうなんですね。はい、なので、実際はこれイコールでつなぐ場合は、こちらも考えないといけないんですけども、中見てるとどうもこちらのコントリビューションっていうのは小さい場合、まあ、全ての場合で、そうかっていうと分かんないですけど、小さい場合が多いんじゃないかなというところで、デザインしています。この中で T1S0 の繊維モーメントが出てこないのは何ですか？これは T1S0 の繊維モーメントっていうのはこれのことなんですね。はいはい、でこれっていうのは、結局一時の接動理論だと、ここの、これとこれの輪で、まあ、構成されるダイポールモーメントになっていますので、そこを使ってるということですね。これのダイポールモーメントっていうのは、だからここのダイポールモーメントとかが、効いてくると。で、かつこの間のスピン軌道相互作用とそのエネルギー幅っていうんですかね、そこが、ここが確率になってくるんですけど、これを使う確率がこれでみたいな形で、効いてくる。わかります。イメージとしては T1 の状態を工事の、シングレット状態の和で表しているっていうイメージですか？ですかね。普通の S0S1 繊維とか S1S0 繊維だったら、そのホモルモみたいなモレキュラーオービタル掛け算するだけでミューが出てくるじゃないですか。繊維電気モーメントが出てくると思うんですけど、はいはい、そのトリプレットのモーメント、モレキュラーオービタルと S0 のモレキュラーオービタル直接掛け合わせて、直接は出てこないものなんですか？はい、KP というのは。直接はちょっとそういったものの理論っていうのは私存じ上げないんですけれども。なるほど。イメージわかりました。ありがとうございます。はい。宮田先生お願いします。はい、どうもすいません。どうも、素晴らしい発表ありがとうございます。なんかやっぱ輪行も真面目に考えると本当に奥が深いなっていうところを改めて感じたところなんですけれども、なんか一個ちょっと素朴に気になったのが、結構工事の S5 とかなんかそのあたりまで調べて、はい、そこがなんか高かったという話だったと思うんですけど、はい、なんかエネルギー数もやっぱりちょっと気になるところがあって、どのぐらいなんていうかその T1 から上にある状態が効いてるのかなというところが質問の一つ目です。ありがとうございます。スライドはちょっと用意してないんです、申し訳ないんですけども、これだいたいエネルギーでいうと、ここが、例えば例えば4エレクトロンボルトだとしたら、こういうところはだいたい 3.まあ、近い S1 に近いところですかね、で構成されている場合は多いと思います。で、多分いろいろまあ計算でやると、これ構造はトリプレット の, DFT を使った構造で、オプティマイゼーションした構造で、こっちも計算させているんですけど、多分ホモルモ線以外のところの描写がちょっと怪しくないかとか、そういうのはあると思うんですけども、まあある程度相関が出てきているので、今はちょっと使っているといったような段階になって、ただエネルギーがですね、いきなり真空重に近いとか、そうそうですね、そういったことはないと思います。はい、で、なるほど。あとは、はい、T1 状態のその構造を実際見ることはできないんですけど、使っている感じだと T1 の構造って結構 S0 に近かったりして、はい、例えば吸収で見るとですね、こういうところが振動子強度が大きいっていうのは、吸収スペクトルでは容易に確認ができますね。なるほど、なるほど。ただ T1 の構造で実際見ることができなかったりしますので、ちょっとそこはどうかっていうのはあると思うんですけど、ね、ありがとうございます。もう一点ちょっと、なんかお聞きしたいのは、結構そのなんか特定の振動モードが効かないっていう話があったじゃないですか、はい、多分安井先生もちょっとチャットで質問されてますけど、なんかその振動のなんか効かないってあたりと、はい、まあなんていうか、はい、もうちょっとそのどういうモードが効いて、どういうモードがそうでもないのかっていうあたりの、なんかちょっとしたイメージの整理とかっていうのは、はい、どのぐらいできてるのかなというところが、はい、いろいろやってるんですけど、かなり複雑で、ケースバイケースで非常に難しいんですね。で、例えばこの分子の場合なんか、このピークが大きいところが効いてるだろうって見ると、
なんとなく見るとですね、この T1 と S0 の軌道が重なるようなところの面外振動が大きくしているなっていうのが見えたりします。で、面内振動っていうのは、まあ、とか関係ないところっていうんですかね、このオーバーラップデンシティの関係ないところの振動は、まあ、こうちっちゃい小粒だったりしますのでっていうのは見えるんですけど、また違う分子だったりするとですね、実は、面内振動が結構聞いていたりする場合もあって、ちょっとそこら辺はもう少しデータを整理していろいろもうちょっと分かりやすくするためにちょっとお時間をいただきたいかなと。なるほど。あ、いやいや、はい、ちなみに今の振動のあれは T1 の、振動計算ってことで、はい、あ、そうですそうです。なるほど、なるほど、分かりました、はい、ありがとうございます。はい、平田先生、今回は、工事の一重工と T1 の、はい、接動を考えられていらっしゃるんですけれども、はい、はいはい、はい、逆に S1 ステートと工事の TN ステートで考えないのはなんでなんですかね。はい、工事の TN ステート、今さっきの式を出したの、いや、ちょっと、どうでしょう、あれ、なんだっけ、これか。T1 状態と工事の S ですか。はい、今回はそこの SOC、はい、が、まあ、メインで聞いてるってお話だと思うんですけど、はい、逆に S1 ステートと逆の TN ステートのスピンオビタルカップリングも効果的じゃないかなと思ったんですけど、はい、S1 と、あ、そうですね、はい、ただあそこはここに入っていると思うんですけど、これそうですよね、 S1 の、あ、0か、そこグランドステート、グレーンドステートになってますね。だからグランドステートとここが効いてくると思うんですけど、はい、結局この分母が大きくなってくると思うので、うん、ここがこれがは、まあ、いろいろ設計すると変わるのかもしれないですけど、まあ、こっちと例えば同等だと考えると、ここが結局大きいっていうことが、うん、これを全体をちっちゃくしちゃってくると思うんで効いてないんじゃないかなと思うんですけど。なるほど。いや、 S1 から、はい、その工事の状態にインターシステムクロッシングしてもいいのかなとは思ってはいるんですけど、ね、あ、こっちですね、はい、あ、S1 からこっちのインターシステムクロッシングですかね、はい、これが例えばここに近く、あ、すみません、近い、はい、あ、それは一般的にこう行きやすいですよね、もちろん、うん、でただ今回これはここの KP の速度に関しては、S 規定状態とこちらのスピン軌道相互作用ですかね。なるほど。ここが入って、ダイポールムーブメントはこの間が入ってますね。うんうんうん。はい。うん。あ、わかりました。ありがとうございます。あ、倉重先生お願いします。あ、もしもし、すいません。時間大丈夫ですかね。はい。はい、ごめんなさい。多分今の話は、輪行の方は、多分インテンシティボロウィングみたいな雰囲気ですよ、はい、多分、はい、で、はい、KNR のノンラリエーティブな方のお聞きしたいんですけれども、はいはい、スピンオビットカップリングの、まあ、振動と二次の接動の項を評価されてましたけど、はい、あれ直接項っていうのもあると思うんですけど、はい、それは何か、今計算に入ってるのか、それとも入れないくていい理由があるのかをもし分かれば教えていただきたいんですけど、結構最初の方の話ですね。はい、プロの指摘でちょっと答えられるかは怪しいところですけれども、どうでしょう、今私が議論しているところはこちらなんですけれども、はい、今先生のご質問は他の方はどうかってことでよろしいでしょうか、ね、例えば一番、要はこれの左辺が、はい、この右辺のトータルを今知りたいわけですよね、はい、あ、右辺のトータル、そうですね、はい、でその丸一番っていうのはどこに行っちゃったのかなっていうのは、あ、丸一番っていうのは実際はですね、そうですね、丸一番は実際はそうですね、ここが、振動させないモードっていうことです、ね、そうですね、直接的に相互作用、スピンオービットで直接相互作用する部分だと思うんですけど、振動させずにっていうところですね、そうですね、はい、そうですね、そこは和で入れるべきなのか、私この年代の論文だとここだけでも考えているような論文があったので、まずそれで解析してみようということで行ったんですけれども、例えば
ずっと冷却していってもそれが起こる項だと思いますので、一番っていう、ところはそれはどうでしょうね、織り込まないとどれくらい織り込まないといけないのかっていうのはちょっとまだ実際は考えてやってないんですけれども、この第2項だけが、まあ、聞いているとして議論を進めて、すみません、いますね、今は。はい、なるほど、分かりました。おそらく、彼ですね。両方っていうと、なぜ、それを議論しないでここだけでやってるかっていうと、ちょっともう少し勉強しないと確かにいけないかもしれないですね。ただ、他の項はですね、あるんですね、はい、他の項はなんか、この論文を見てると、この T1S1、T1S0 に関してはかなりちっちゃくなる。このエネルギーアップが大きい場合はっていうのが、まあ、シンプルな化合物でいくつか出ていたので、まあ、ここをまず計算してみて相関性が出ないのかっていったのが現状ですかね。なるほど、ありがとうございます。はい、まあ、いずれにせよ非常に精緻な議論されていて驚きました。また教えてください、後で。あ、いえ、とんでもないです。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。